けていく、はい、エアコンとか育てた素晴らしい戦力だよね。温泉のボコボコみたいに血が出てきて休養についてる人いるから見て後伝えした。今年の阪神はまあ2位でしたけれども、ご覧になってていかがでしたか。よくやった、うん、よくやったですよ矢野監督もね。ただ要所要所では打てないっていうかな、去年もそうだったけど、ここという時のいっぱいが大きいんだよな。あの時勝っとけなっていうのが多かった。確かに球団も金かけてるよね。いろんな選手取って外人にしたって、選手層っていうのはやっぱり巨人に指摘するぐらいの、うん、今の阪神は選手層があるよね、うん、でその選手層で一番良かったのは今年のタイガースピッチャーと、あとは足、盗塁、盗塁数じゃなしに、後半の7回8回9回で1点負け同点の場合、もう9回で終わりだから、今年の場合は延長がないんだから、仕掛けていく足をやっぱり矢野監督から育てた。これはやっぱり素晴らしい戦力だよね、うん、やっぱりあの守備力走力、これはね野球にとって大事だ大事だ言われてるけど、口で言ってるだけでなかなかそのこれだっていうシーンなかったけど、今年のタイガースは一番ひどかったのは巨人の外人ピッチャー抑えが出てきてフォアボール出して平気出していくの、二塁三塁もう同点間違いなし、もうすぐ逆転できるよっていうような流れなんです。あの時のその野球のその価値という分野の素晴らしさ、うん、これはもう相手チームどうしようもない流れやったからね、うん、これはやっぱり大したもんだなと思ったよね。あそこまで足を鍛えたっていうのはね、うん、だからね、優勝愛の強いチームはオーナーが野球愛があること、それが一番。ただやらしてるだけじゃなくて、やっぱり自分のオーナーがこのチーム勝ってね胴上げしてもらいたいななんていう気持ちがあるかないかっていうのはやっぱり大事だと思うよ。そこにはやっぱりスカウトもいたり職員もいたり、いろんな人がいろんなものを集めてそこで強いチームを作るっていうのは、監督なんかあっちゃこっちゃいけないんだから、やっぱりスカウトですよ、スカウトの目ですよ。じゃああの時の阪神は何かが一つちょっと足りなかったっていうことですね。そう、私はだから2003年優勝して星野とやった時、熊オーナーがね、いや本当にあの優勝したいなっていうことを喋ってたから、そういう点では2003年、まあそれと今年の阪神に限ってやっぱりピッチャーの伊藤君だったかな、彼が投げてる時なんと新人が3人出てるんだから、ショートの中野、ライトの佐藤ね、本当に新人が3人そのゲームに出るような展開っていうのはよっぽどボロボロのチームしかないよね、うん、それがしっかりしたチームは新人が食い込んでいけたんだから、それは大きいね、今までないじゃない、3人も一軍でね働くなんて、特に佐藤ね、4月5月のね彼の爆発力がね、まあ、勢いをつけたっていうことと思うんだけど、江夏さんは、はい、新しいボードってあんまり好きじゃないんですか。はい、よくコネコネしてる姿が、あのそうね、彼はねやってくれたんだけど、ファウル打たれるなら新しいボールは審判からね、今はねあのルール上審判が直接ピッチャーに渡す時代だが、昔はキャッチャー渡しとったで、その時にキャッチャーがキュッキュッとやってくれるだけでも全然違うの。何が嫌なんですか、新しいボール。あんなやっぱりローがついてるでしょ、滑るんですよ、うん、だからあのよく言うじゃない、ピッチャーがボールもらった時こうやったりちょっとこう、うん、指先がちょっと締めてる方がいいわけよ、これは投げやすいの。中には自分みたいにちょっとグラウンドの土を触って、別にボールを汚してるんじゃないよね、表面上のそのローの滑りを止めたいから、この指先の微妙な感覚っていうのが、そうそうそう、新しいボールっていうのはやっぱり自分は好きじゃなかったから。で田淵さんもそのあたり分かって、そうそうそう、まあわざとこねたりしてるけどね、昔は中にはねこれにパッとつけて放った人もいるけど、今はメジャーでね急にこう調べるでしょ、こうベルト外して、だそれだけつければつけるほど変化球が曲がるっていうことだけど、私はよくブルペンを座っててボールボーイでいるじゃん、そうすると巨人に攻撃の時はお前これあれだぞ、エナス投げる時こうやっとけよってよく言いましたよ。そうなんですか。だからそんだけ微妙なんですよ。だけど日本のボールはまだいいんだけど、アメリカだったらもうカラカラに乾いてるから、だからみんなこうやったりなんかしたり。自分から言わせれば、なんでピッチャーはこれは良くないかもわかんないけど、あとちょっとついていいんじゃないのと、バッターは見てごらんよと、
グリップエンドにヤニをつけて、バッターはそれ許されてるわけよ。でなんでピッチャーはまさかヤニをつけるわけにはないからね、ちょっとしたことでも注意されるのかなという疑問点は常に持ってたよね。なんでそんな差があるのかなと。それはバッターもね、パインタールとかね、シューシューやったらガチってくるから緩みがないわ。だからみんなつけた。ピッチャーそういう分かるよね、滑るんだから俺たちにもこうやらせようと、それは平等だろそれがっていうのはね、分かるけどね。あの聞いた話なんですけど、はい、巨人の中畑さん、ボール変えてって言ったら、江夏さんがマウンドから脇の10年入るんだよって覚えてます。それね、清志から聞いた。こんなことあったちはあったかなと思って、多分あれはね、清志自分で思ったんじゃなしにベンチから言われたと思うよ。言うもんがいなかったから清志が代表になって審判にボールを変えてもらったらしいんだと思うんやね、その時の雰囲気からすると。だからまあ清志にお前10年早いよと、この鼻くそがっちってマウンドへ帰ったの覚えてるよ。それね、なんでベンチが清志に言うか分かる？巨人のピッチャーやってるからだよ。巨人がやってるから相手方もやってるだろうって疑惑は。そっちなんですか？それじゃなきゃ意味がないじゃない、そんな変えてくれなんていうのは。だからそれは昔はもう広島がね、こうやってたら覗いてたっていう話もあるし、いろんな疑惑っていうのは昔はね、おごこしてたのよ。あ、そういうことだった。私はただ単にあのボールが汚いから嫌なのかな。そんなこと言うわけない。おい清志、お前ボール変えろとか言って、やってもいないのにさ、お前たちがやってるからそういうのもんだろうっていうのね、後ろでこんなことで覗いてな、どうのでいろいろとこのサインが出たらカーブだまっすぐだっていうカンニングでやってたわけですよ。でたまたまある球団のバッターがデッドボール受けて頭に、お前サインが違ってるじゃねえかってみんなに言ったっていうのはもう今一切やってないけど、昔はそういう時代だったんですよ。一種のブームだからね、流行だからね、うん、だからそもそも野村さんは南海時代に相葉さんっていうね、巨人にいた選手をそのために呼んだんだから、おい巨人どうやってだっていう。本当あの手この手でみんな。だけどだから人がやるんだったら俺たちもやろうっていう話になったのよ。それである裏方さんがバックスクリーンの横で小屋があるからこうやってて、顔を出したらまっすぐ、横になったらカーブだ。俺ずっと見てたら広島ベンチがやってるやってるって言うんで、お前とこやってるからすぐ分かるんだろうって。結構昔の野球はすごいですね。広島時代もね、笑ったのはセンターの横にね、トラッペット軍団っていうのが4人か5人ある、その一番右がこう首を動かすわけ。今日は何人目、今日は何人目、この回から何人目で、まあそれを野手のその合言葉を聞くじゃない。見てると本当その通りだもん。そうなの。そういうのはそれがやったんだよ。やっぱりピッチャー分かるなと。昔何回はね、ガラガラなんで外野、アベックが来てね、アベックは頭触ったらまっすぐとかねなんかそれこそ漫画みたいな話で。いや漫画だよ。だってそれでもうバッターしたら、よっしゃまっすぐって打てるんだ、打つんだから。こんなカンニングができたら何もでも打つで。決して褒められたことはないけれど、まあ、あの勝つためならお客さんに分からなければそういうことも OK だっちこと。でグラウンドでやってる選手たちは常にやられてると見られてるということを意識しながらやらないと。だから例えばね、放っていてカウント2エンド1から、ね、右ピッチャーが右バッターのシュート、それをガーン振ってきたら、もしくは外のスライダーをワーンと打ち込んできたら、おかしいなと思わないと。それを何も考えない、わからないピッチャーの方がこれまたおかしいんだから。あのスイングされるってことは読まれてるな、やられてるなってことを感じ取るぐらいの神経の細やかさが必要ですよってことですよ。それでもう一つ、大山張り、追い込まれても大山張りでインサイドをね、シュートピッチャーだったらもう最初からガッと開いて打つ。それは相手おかしいなと思うわね。山張る人もいるんですよ。やっぱり本当にいろんなところに神経を配って、そうそうそう、相手のちょっとしたあの仕草とかそういうところから皆さんこう、それはもうそれぐらいの神経を持たないとやっぱりいい答えは出せれないっていうのかな。巨人の堀内が投げるときね、グッとこうでカーブのときどうしてもね、顎が見えないんですよ。こういうふうに投げるから、まっすぐのときはこう投げるから、顎見てたらまっすぐカーブ分かるんです。そういう癖っていうのもね、
それ田淵さんが気がついた。気がついた。だから474本で打ってるけど保有率が一番多い。あ、カーブだ。あのもう亡くなったけど阪神中村勝っていうのがあったんよ、はい、あの選手はだいたい年間にホームラン10本から12本、そのうち7本ぐらいが堀内から打ってたから。そういう癖はあったんで、堀の球分かんないって言ったらじっくり聞くと癖があると。それやったらみんなに教えればいいじゃないと思うじゃない、自分の財産だと。そう人に教えて人が打つと自分の本数が減るような感じになるから教えないって。昔ね、ユニフォームがのあの伸びないんですよ、硬い。そうするとね、ランナーがね、こうやってね、こうやると大体走る。用意万端。こうやって行くぞみたいな、ズボンこうやってね、ユニフォーム硬すぎるから、昔は。そういうところに気づくか気づかないかってことですよね。そうだからキャッチャーなんですよ。で、やっぱりキャッチャーなんですよ。私、夜道歩くとき、絶対後ろ見るからね、誰かに棍棒でも投げるぐらいの。でもやっぱ本当にそれだけ真剣にやってたってことですよね。うん、まああのグラウンドの中では少々ね、いろんなことがあるけど、それは勝つためにみんなやってんだから、やっぱり勝負事ですからね。本当に命かけてやってたって感じですよね。あの勝たないとダメなんだから、うん、命かけたって言ったら私は死にかけたんだから。確かに頭でボールぶつかって。そうですよね、耳から、ね、あの時豊かいた、いないよな。一番前で見てましたよ、温泉のボコボコみたいに血が出てきて。そんなに出たんですか。もうあの主治医の先生が、まあ、当時の年寄った。あずさりじゃん、もうダメだって言われたんだ。それでよく恐怖心なく耳つきができたから。あれができなかったら野球できてない。田淵さんのその怪我のおかげで。おかげというかね。そう、イヤーフラップっていうのはね、まああの耳つきが必要となる。でからその後学生野球で、うん、神宮でファーストランナーの人がセカンド走った時にファーストが投げたという後頭部に当たってで亡くなったらしい。で走者もヘルメット着用、コーチャーもつけなさいっていう話になった。ただまあね、彼の時は僕もこう見させてもらったけどダメかなと思った、うん、もう痙攣起こして口とか鼻から血はもう噴水みたいにビューって出る。初めて見たのが目から血が出るんだよね。それは俺は覚えているわけないわね。目からね、糸みたいな赤いこの血が出てる。休養についてる主治医が見て後ずたりした。もうどう触っていいかわからないようなひどいあれだったからね。よう、こんな元気になったよ。ああ、本当だよ。だから余計頭良くなったよ。尾藤先生だよね。ああ、覚えてるね、よく。俺はあの尾藤先生に頭下げたもんよろしくお願いしますって手術してくださる主治医がいたわけよ、大阪の厚生年金病院の。でその先生が手術するということを聞いたから、その厚生年金行って、うん、なんかの用事で行った時に、尾藤先生という方にお会いして、田淵のことよろしくお願いしますって言ったら、あの時ね、うん、頭を裂いてたらもうできなかった。なんかね、電流みたいなのを流したと。その時親父がね、飛んできて、まあ、そうでしょうね。村山監督に、あのグランドで死ぬのは本望ですと、だけどもしよかったらもう一回野球やらせてくれと。2年目だからね。それで電流流して良くなった。あれ切ってたら、だから今尾藤先生がいい判断してくれたんですよ。それでまた耳つきができてやりだした。でまた当たったけどね。2年ぐらい、2、3年してからかな、グラウンド出てきて対話していてもバカじゃねえかなと。まともな答えがポッとこう途切れる、会話が途切れたり頭を抱えて座り込むんだから。後遺症、あの季節によってね、その時のその衝撃の凄さが分かるよね。今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。コビークラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101、107、110いきます。111、ピンピンピン。